みんながおらんかったら多分泣いてたと思う。さっきジョリーとにやけ対談してたんですよ。で、なんかジョリーが今日、言いたいことがあるらしくて、テル君。あ、そうそうっす。なんなんすか、ね、テル君結構、ナーバスになってたじゃないですか。俺なりに、テル君のことが元気づけれんかなと思って、こう、あるものを用意してきたんですよ。ちょっと、こちら見てくれないですか。何を見よう。テルやっぱテルのさその繊細さ俺知ってるから、ね、そのね意外とその前行くけどそのよなんかガラスのようなハートの部分も知ってるから、だから多分テルにね大丈夫だよなんて言葉にしたって多分響きづらいと思うんだよね。自分で自分の責任を感じて追い込むタイプだから、だったらやっぱテルには、まあ、時間もかかるだろうけど、なんかもちろん頑張れとも向きはないし、だからもう時が来ればお前は必要とされるから、その時は必ず笑顔で戻ってきてくれたいっていう俺からのメッセージかな。そりゃメンタル落ちようが、多分世の中はもうお前を待っちゃってるから、だから俺も待ってるからっていう言葉だけが俺からのメッセージ。ありがたいですね。そうなの、試合前にだってさ、トイレにさ、ノッポンさんが入ってきたのか、うん、で、ガタンかけたら、正面に戻らなかったら、多分5000とか、落とすかも。ノッポンさん、はい、テレ君に応援メッセージ一言いただけますか。あ、今はい、います。え、今、うんこしながら。はい。おー、ちょっと待って。でかちゃって、でかどうしたテル、これ言えちゃう、大丈夫なんですか。これは大丈夫です。下半身映ってなかったら。ちょっとテル君に応援メッセージ一言いただけないですか。はい。おテル、お前元気にならんかったら、こうやってうんこ中にでも帰ってされるから、お前帰ってこいよな。はい。テル君、よかったな。テル君のアクションがめちゃくちゃダセーし、本当に叩かれるよ。あれを見て俺は本当にニヤニヤ笑ってる。な、テル君、何も気にしないでさ、いろいろ気にしすぎるから、リキアとジョリーと喋ってるところ見たけど、なんか誰にもなく、もう俺はこんなのやめるみたいなの言ってたけど、まあ、痛みとか熱とかで炎症を起こしてるとちょっと浮気になるかもしれない。治ったらキョロッとしてるから、何も誰も心配してないよ。テル君、人前に出てないとダメな性格だから、何も心配じゃないよ。テル君、気にすぎない。心強すぎる。テル君、本当大丈夫だよ。そういうことで、ジョリーガラスのカートなんですよ。ジョリーだから何回もう滑ってんだ話だよ。でも今防弾ガラスぐらい強いですよね。そう、はい、そっちもでもね鍛えないとね。ジョリーみたいな。そうですね、テレコはそっちも鍛えてほしいですね。本当はテレコカッコつけだから、はい、カッコつかなかったことに多分もう黒歴史作っちゃったと思って引っ込もうとしただけだから。本当は大丈夫だね。みんないるよ、テレコ、ね、待ってくる。ありがとうございます、はい、テレコ、お疲れ様です。怪我で今ちょっと大変な時期だと思うんですけど、僕もね結構怪我で、試合ができなくて、辛い時期を過ごしたんですけど、絶対乗り越えられると思うんで、また復帰して戦う姿、期待しますので頑張ってください。テル君、早く直してブレイキングダウン10ぐらいに戻ってきて、多分10が来年の頭か今年の終わりぐらいなので、だったら頑張ればいけるかもしれないです。ワンチャンね、 PRP をねバンバン打って戻ってきてください。感じで募集してきたわけですけれども、どうでしたか。いや、僕が全部頼んだんですよ。いや、ありがとうルキア、はい、ほんまになんか、いや本当に忙しいな、ほんまにありがとう。大丈夫です。いや、手柄取りに来た。はい、改めて、どうでしたか。ジョリーやるな、みんな声かけた。はい、みんなありがとう、試合前で。どうですか。みんなご覧だったら、多分泣いてたと思う。え、どうですか。もう、涙目よ。すげえ。まあ、涙目よ。いや、いや、嬉しい、喜んでくれて。ほんまにありがとう。まあ、びっくりした。ジョリーはさ、作り手側やもんな。そうですね、もうめちゃくちゃ良かった、嬉しい。いや、
言葉が出ないです。ついに元気選んちゃうんですか。いやもうすごい、はい、ありがとうな、マジですごい、本当にこんなメッセージいただけるとも思ってなかったし、こんなみんなが思ってくれてるとも思ってなかったし、メッセージとかも見て、いやすごい頑張ろうと思う、はい、俺も嬉しかったです。自分の仲間なんで、そんな仲間入ってくれたら嬉しいです、ね。ブレイキングダウンの皆さん、いろいろテレビにメッセージをね、してくれてありがとうございました。ありがとうございます。